突然ですが、あれは夢なのか。純正値より35ミリから40ミリ手前に夢を忠実に再現しました。スタジオワクワクワクスレッスイン。あれは昨夜の夢、真実に基づく物語。これは夢なのか、他とは何かが違う。ウインカー遠いよ対策。一年で一番恐ろしいその夜、夢であってほしい。アルト街に現れた。信じるか信じないかは気分次第です。この夢には続きがありました。ワクワクワクスレッスン。優しい目と耳で最後までぜひご視聴ください。朝起きたら枕元に箱がありました。なんだこれは。なんだこれは。 NRG-SRK200 耳元で赤黒銀色、何色が浮かびますかと誰かに聞かれたような気がしました。私は赤って言いましたが、初めに浮かんだのは黒でした。黒だと思いましたので正直に言いました。初めに浮かんだのはブラック黒ですと。ビッグリリース、ステアリングはなるいと桃用穴ありますが、根元は桃用なんだとこの時ふと思いました。リモコン接ブラケットなるでいいようだと。あと本側配線は2極ありました。マイナス平オスをメスに変換しました。なんとなくそんな気がしました。平たい板、アース用、説明書がないんでネットで調べました。こんな感じ。リモコン接ブラケット穴加工、桃用に仕方なく穴加工しました。選択肢はこれしかありませんでした。オフセット 80mm ナルディタイプラリーです。純正のステアリングダッシュボードから約 210mm ほどでした。クイック取り付け前ダッシュボードからは約 240mm、 クイックリリースの厚み 60mm 分前にステアリングポジションが前に来る想定です。手前に来るんでどうだろう。どんな感じ。怖かったけど夢の話です。長い夢でした。あ、ボス緩め前にステアリング外したことあると思います。ボス外す順番間違えました。気にしないでください。夢の話ですから。コネクタを外します。純正リモコン接ブラケット一番下にクイックリリースの根元のベース、こんな感じ。ボスナットを緩めて、ミニ電動ドリルを持ってたんで楽々締め付け、こりゃ楽だと思いました。はじめから使っておけばよかった。リモコンの作動の確認をしました。本体側にアジャストスペーサーを入れて9度調整できるように、赤も浮かんだんでステアリングビスは締めすぎ注意しました。赤ビスを剥げてしまうんで優しく締めました。仮締めです。本締めは手締めで六角レンチ。クイックリリースにステアリング直だと深さ足らずでこの本が入りませんでした。アジャストスペーサー10ミリ分で稼げました。それでは確認です。ポジションは近すぎる、ええ感じに感じました。手前にすると違和感あるかなって思い込みでした。実際肘も伸びずに楽にええやんってしっくりきています。
純正200、約240ミリ伸ばしてからの305ミリなんで、105ミリほど前に来る。ショートボスにして30ミリ縮めるかは、違和感出たらにしようって夢の話です。今の状態でいいかなって、しっくりきています。上から見てもいい感じ、遠いかなって思ったけど、実際つけてみたら違和感ありませんでした。純正のステアリングリモコンも奥に言ったけれども、操作はしやすかったです。下から見たらこんな感じです。綺麗に収まっています。遠目で映してみました。これもイメージです。ウインカー遠いのって結局慣れだと気づいた夢でした。結局慣れなんです。そう言われている方がいたんですが、私もそう思いました。思い込みでした。ウインカーワイパーが遠くなるから手前にするのなんかなって思い込みでした。実際ナルディのタイプラリーに変えて手前に4センチ来た時も初めは違和感あったんですけれども、しっくりきていました。あ、そうだ、チーン、憧れのチーン鳴らしてみよう。外すときになぜか鳴りました。これはステアリングをスポッと入るところがあります。そして優しく反時計、失敗しました。もう一度やってみます。上から映してみました。はめて優しく反時計回りに、なりました。もう一度、今度は綺麗になるか。いい感じです。目が覚めないでほしい夢でした。外したらこんな感じです。しっくりきました。憧れのチーン。チーン。もう一度少し動かしてみました。ワイパーも動かしてみました。リモコンも触ってみました。止まってる状態だとこの内側から触れました。走行中は外側からリモコン操作になると思います。ウインカー操作どうでしょう。慣れたら空振りはするかもしれません、初めは。でもこのように
慣れたらいいんです。操作ルーティーンになればこれが当たり前になる、そう思いました。そうだ、でも私の指がもうちょっと長ければ、もうちょっと指が長ければって夢なんで、夢なんで思ってしまいました。夢って不思議ですよね。ウインカーレバー問いよ問題です。指を伸ばしてこのように、でも運転に支障がありそうなんで普通に運転した方が良さそうな夢でした。すごいですね、夢って思えばこういう風に映像にできるんですね。めっちゃやりにくそうですね。この爪はオフ会でじゃんけん大会の景品にしたいなって思っています。最後まで夢の話を付き合いいただきありがとうございました。連続で長い夢、お付き合いありがとうございました。いい夢見させていただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしく。